宮沢洋一、宮沢洋一、宮沢洋一、1950年、昭和25年4月21日隊は、日本の政治家、元オクラ官僚。自由民主党所属の参議院、議員、2期、自由民主党税制調査会長、第35代、参議院消費者問題に関する特別委員長。衆議院、議員、3期、経済産業大臣、 第19.20代、内閣府特命担当大臣、原子力損害賠償、廃炉投資援機構担当、参議院政策審議会長代理、自民党タバコ議員連盟副会長などを歴任。内閣総理大臣などを歴任した、宮沢貴一はお辞にあたる。1950年4月21日出生。1963年、東京教育大学附属小学校。 現、筑波大学附属小学校を卒業。1966年、東京教育大学附属中学校、現、筑波大学附属中学校を卒業。藤巻武史、参議院議員、川瀬ディーラーとは、小中学校9年間同じクラスだった。1969年、東京教育大学附属高等学校、現、筑波大学附属高等学校を卒業。 1974年、東京大学法学部、第2類、広報コースを卒業して、大倉省に入省。1978年、米国ハーバード大学行政大学院を修了。行政学修士、MPA、マスター・イン・パブリック・アドミニストレーション取得。大阪国税局岸和田税務所長、大臣官房企画官。 内閣総理大臣主席秘書官を経て1993年に退官した。2000年、おじで元首相の宮沢貴一が比例中国ブロックに回ることになったのを受けてその地盤を継ぎ、第42回衆議院議員総選挙で広島7区から立候補し初当選。3期務めた。2008年8月、福田康夫改造内閣で、 内閣府副大臣、経済財政、地方文献改革、同州政党に就任。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙で民主党の和田隆氏に敗れ、比例復活もならず落選。2010年の第22回参議院議員、通常選挙に広島県選挙区から初の自民党予備選挙を経て、自民党公認候補として立候補し、 当選、国政に復帰した。2014年10月21日、政治資金問題で辞任した小渕優子の後任として、経済産業大臣に就任。2015年10月7日、内閣改造に伴い、大臣を退任し、自民党税制調査会長に就任。2016年7月10日、第24回参議院議員通常選挙に、 自民党公認で立候補し、再選。入閣2日後の2014年10月23日、宮沢の資金管理団体、宮沢会が2010年に、広島市内の SM バーに、政治活動費を支出していたことが判明した。政治資金収支報告書によると、2010年9月6日に、広島市中区の繁華街にある、SM バーに18,230円を、支出していた。 同店は客と女性スタッフで SM のようなショーを行いながら客に飲み物を提供している。同店で支払いを行ったのは宮沢の資金管理団体の職員であり、宮沢自身は今まで同店に入店したことはないと述べている。また店長も毎日新聞の取材に対し、宮沢の顔に見覚えはなく、当日に誰が来店したかも記憶にないと証言した。 宮沢は、共同通信の配信記事でこの一件を初めて知ったと述べ、支出が事実であることを認めた上で、事務所関係者が誤って政治資金として処理したものであるとして、政治資金収支報告書の訂正を行うとしている。同じく閣僚、経済産業省を務めていた2014年10月27日、上記 SM バーへの支出金問題を受けて、 自身の資金管理団体を調査した結果、衆議院議員時代に代表を務めていた政党支部が2007と2008年に外国人が50%兆の株式を保有する広島県福山市のパチンコ企業ゴールドから計40万円の寄付を受けていたことが判明したため、10月26日に返金したことを公表した政治資金規制法では、 外国人や外国法人からの寄付の受け取りを禁じている。株主の国籍については分からないと話しているが、韓国籍が多数を占めると見られている。安倍晋三首相は、宮沢は寄付を速やかに返金したとし、宮沢の閣僚辞任を否定。引き続き職務に邁進してほしいとした。2014年10月23日、宮沢の事務所担当者によれば、東京電力、 経済産業省の所管対象の株式600株を保有しているという。ロイターは、東電の株主と経済産業大臣の立場は、利害が、相返す、外然性が高い、と指摘している。宮沢は、参議院経済産業委員会で、在任期間が終わった後、福島の復興に役立てるため、処分して全額を寄付したいとコメントした。政治資金規制法は、 国の補助金の交付決定通知から1年間、企業などに政治献金を禁じているが、国の補助金の交付決定通知を受けた企業から12万円の献金を受けたことが2015年明らかになった。元鉄道大臣、小川平吉は曽祖父。小川は1903年、明治36年に弁護士から大義士に転じ、激烈な退路教行論をぶち上げた。 国士タイプの政治家で、実業への足がかりは持たなかったが、特筆者の刑罰を残した。衆議院議員を務めた、宮沢博士、岸田正樹は祖父。参議院議員、広島県知事、法務大臣を務めた、宮沢博士の長男で、首相を務めた、宮沢貴一は叔父にあたる。妻は、日本航空社長を務めた、柳田誠二郎の孫娘。 自由民主党政調会長の岸田文雄は母方のいとこを楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。